ようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私、山田大輔と、もう一人この人です。冬でも海坊主です。一気に冬がやってきました。来ました。寒いですよ。なんでこんなに急に雪が積もるのかと、いう話でございますよね。急に気温の下がり具合が半端ないですね。いきなり真冬ですから、気温も。このニュースのお姉さんも言ってましたよ、はいはい、もう真冬並みの寒気だと、もう1月2月並みの寒気だと言ってましたよね。今は何月ですか。これ11月なんですよ、はい、確か確か確かもう今撮ってるの11月なんですよ。11月の、まあ、後半に差し掛かろうかという感じ。ようやく下旬に入ったぐらいな感じなんですよ、はい、それがもう、ね、信じられない。路面凍結ですよ。路面トゥルトゥル、もう僕の知り合いでもね、もうワンコケしてますよ。ありゃー、ワンコケ。しかも怪我してない。怪我はしなかった。あ、よかった。怪我はしなかったですけど、いつも通り、家の前、家の前で、その人はマンションに住んでて、1階からまあ出るじゃないですか。で、もうね、あのよっぽどの豪雪地帯じゃないと2階から出ないね。ね、まあ、その人もやっぱり1階から出たんででしょうね。そんなチャレンジャーいないよね。いきなり今日3階から出たんだよねっていう。なかなかいないと思う。どんな日常をお持ちの方だってことになるからね。で、1階のその踊り場的なところには大きい鏡があるわけですよ、で、そこのね、鏡でこう身だしなみを整えて、もうネクタイも曲がってないかな、キュッキュッって、まあ大事だね、もうさて行こうかっつって、その1階 の本当にマンションの出口があるじゃないですか、エントランスのね、エントランス、そこを開けて一歩踏み出した瞬間、トゥルッつくりゃおっって言ったらしいです。あれなんで、ね、我々日本人ってさ、本当にびっくりした時とか、それ転ぶ時って一瞬外人出ますね。日本人じゃないんですね、その時。まさに OH ですよ。OH じゃない。なんで出んだろうね。OH。僕もよく出んの。OH。やっぱりだから、人間の根底にある部分なんでしょうね、きっとそういうのっていうのは。なんかね、きっとね。出ちゃったか、やっぱりその人も。おっってなって、転んで、で、痛いながらももう一回ちょっと中に戻って、ギュッてネクタイを鏡の前でしてから、もう一回行ったらしいんですけど。大丈夫。その地面は濡れてたりしなかったの、いや、濡れ、トゥルトゥルだったですよ、やっぱり。トゥルトゥルで、まあ、びちょびちょとかにはなってないですけど、トゥルトゥルで滑っちゃって。ネクタイだけ見たのかなって思って。いや、お尻って志村お尻みたいな。そこまでではなかったらしい。またキュッてやったやつ。いや、キュッてやったのに志村お尻まあ、お尻破けてるよとかじゃない。お尻見てない、なんとも言えないですけど、もしかしたらそうなってるのかもしれないですけどね。ねえ、ネクタイはもう完璧なんだけどね。ネクタイキュッてやっといてお尻が破けてる可能性もゼロじゃないかもしれないですけど。まあ、そんなか通り慣れてるとこでもやっぱり急に凍ってしまうとそうなってしまうわけですよね。気をつけないとね。ねえ、あの年末年始をね、あの怪我して入院したとかね。いや、もったいないですからね。そういうことになったらもったいないからね。クリスマスとかお正月とかありますか、これから楽しい時期ですから。ねえ、ぜひ皆さんもね、急に路面がね、状況変わってしまって、驚いてる方も多いかと思いますけれども、本当お気をつけいただいて、ね、楽しく年末年始を迎えられるように。そうですね。ねえ、皆さんもね、お気をつけください。さあ、600回記念企画ノースアイランド史上最大の旅、世界遺産知床に挑むお送りしていますが、時は9月6日深夜1時半です。もう少しで旭川、まだまだ知床へは中間点くらいなんですが、前を走るトラックには試される大地北海道のロゴ、それをずっと追いかけながらのドライブとなっています。続きはどうぞ。北海道の広さを理解していただければ、ただ映像がもう全然何も映ってないから全く伝わってないと思った。広大さがひたすら道路しか映ってない。今やね、インターネットで全国の方が聞いてるこのノースアイランド、あるいは見たりもしてるノースアイランド、やっぱり北海道っていうのは知床に行くには時間がかかるんだという、そういうことをまずね
理解していただかないとね。クラスの距離感とかよくわかんないと思うんですよね。どんだけすげえ進んでるかっていうのが全然多分伝わらないと思うんですよ。あの景色の移り変わりとかで結構わかるじゃないですか、はい、でも全然真っ暗だから何も変わってないんですよ。ただひたすら道路だから広さがいまいち今のところまだ伝わってないんじゃないですかね。いや、だけどある程度ノースアイランドだから、はい、知床着くまでに何ヶ月ぐらいかかるはずなんですよね。そうですねそうですね、1ヶ月以上はかかると思うんですよね。コースですからね。ねえ、そんだけ広いんだっていうことを思っていただければね、なかなか着かないですよそうですね、プロローグ長いですよ。引っ張るねってなりますよ。しょうがないんだよ、距離があるんだあれが多分もう少しするとカムイコタンとかなんかそういうあたりに来るんじゃないですかね。確か本当は600駅伝これもいいなと思ったんですけどね、はい、遺跡みたいな。ああ遺跡来るぐらいだったら世界遺産確かに行きたいですね。でも600でこう知床来ちゃってますから、はい、今後だからハードル上がるんじゃないですか。次ね、うん、ハードル上げて小幌ですかね。世界遺産行ってんのに心に戻るってもうなっちゃうでしょ世界遺産行っちゃってんですからまだ行ってないですからね風強すげえ。なんでなんかなんでこんな草木が揺れてるんだ。風強いってこと、単にこれトラックが揺らしてるってこと。なんだろう、スタジオジブリのなんかこれか、え、風、え、どっちだ、違う世界に行くとかそういうのじゃないですよね、これ。なんだこれ、スタジオジブリの世界観じゃないですよね、これこうトンネル抜けたらなんか違う、なんか神隠しに会うとかそういうことじゃないですね、これ。なんだったんでしょう、今。だって吹いてないよ、ここ旭川市に入りました。入りました、旭川シティ。何だったんですか、風ですかね、やっぱりトラック。トラックが通る風圧ってことない。それかスタジオジブリかどっちかです。そうだね、スタジオジブリもびっくりのストーリーが行われますからね、ノースアイランドは。2時前に旭川来ましたね、はい。さあ、キックメーター何時受けるか。旭川シティ、カムイコタンです。まあ、それこそね、カムイコタンでいうとあれアイヌ民族とか、はい、文化とかがよく言われますけど、はい、知床あたりはね、なんかそういうのが根強そうですね。さらに、はい、なんていうかその昔 の、はい、その大自然の様子っていうのをこれから見れるんじゃないかな。でオープニングで言ってたその何百万年ね、川の名前とか、うん、なんかまだ全然そういうの残ってますもんね。そうだよね、昔の名前だからね。我々え人だった徐行を出してたのは人だった。びっくりした、人形じゃないんですね。今人だったよ。寂しくないのかな。いや、ここで夜中あれ出すのはちょっと厳しいですよね。厳しいなぁ、うん、車もあったしね、そばに。そうですね、一人で来てるんですか。ここはたくさんいる。ここはまあいるからいいけど、うん、さっきの人一人だぜ。寂しいですね。あ、でね、北海道にね、こうやって移り住んできた人たちからするとね、はい、宝がその明治時代からでしょ、はい、だけどアイヌ民族の方々とかとなるとね、さらにもう昔からいるわけだからね、この大地、試される大地、はい、ずっとこの試される大地さんとはずっと知床まで一緒なんですか、ね、一緒なんじゃないかな、これ知床に荷物届くんですかね、これねそれこそ自然が作った、さっきのね話じゃないけど、自然が作った地形とか、はい、っていうのが手に取るように分かると思うんですよ、知床っていう場所はね。あと一昨年だったかな、突然
海岸が隆起したとかっていうこともあって、うん、大地震の前触れじゃないかみたいな噂もあったんですよ。そうですね。でもそれ、そのなんか大規模な土砂崩れが原因だったらしい。結果的に突然地形変わるとそうですね、なんか地震来んじゃないかと思っちゃいますよね、うん、それも知るところなんですよね。活火山もあるところでしたから。活火山といえば、はい、その今年桜島行きましたけど、はい、レンガーさんが桜島行くときには噴火しませんでしたね。そうですね、僕には火山は振り向いてくれなかったみたいなことがありますが、意外とだからね、レンガーさんとはいえ、はい、え、またなんか出てたぞまあ夜間作業、それはいいです。これ今12時ですか。うん、4時中ってなってるな。この先のことかな。そうかもしれない。でも大きなトンネルだかなと思って。もうでもこれ市街地のとかな、十何キロって言ってました。逆にタークに囲まれるという、そうですね、むしろ危険な状況に今さらされております。前後がトラップ。これから行くぞお前。結構長いんですよ。長いですね。トンネルも長いんですかね。交通行だからですか、これ。そうですね、ある程度向こうが、ね、向こうが行ってから。このやつか。プシュープシュー言ってます。これやつか。やつか。プシューッ。監視してるんですかね。これは投げや。これは待ちますね。旭川ってノースであんまり行ってないか。そうですね、通ってるだけだ。通ってるだけですね。まあ旭川も言ったらどっちかっていうと札幌寄りですもんね。ね、道内の中で見たら。ああ、あれか、こないだ写真の一冊入魂の中で、はい、あれだよね、札幌の中だっつってのに引いたやつが旭川だったね。そうですね、旭橋かなんかね、はい、急にそんな遠く行くしかもだったら4月の札幌のいいとこだっつってのに、うん、そうそうそう、全然季節も時期も関係ねえし、札幌じゃねえし、なんだったら旭橋見れるかもしれないですよこれは長いやん。長いですね、これは。確かに待つわ。え、なんすか、霧、めっちゃ霧出てる。え、なにこれどうしたんですか急に霧ですね。え、なにこの霧、真っ白ですよ。雨、え、どうしたんですかね。山に上がってきたからかな。霧ですよ。トンネル向き、トンネルの向こう側は全然違ったんですね。それこそさっき知床も、はい、知床半島の中でもその羅臼側と斜里側は全く違うって、はい、ウトロか、ウトロ側とは全く違うって、そうなんですよね、出てましたからね。それをもしかしたら感じるかもしれないですね。びっくりしますね。おい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 、大丈夫か、ここから先霧でやだな。出た時よりはちょっとね、マシだね。マシだった。まだちょっとガスなんだよね。そうですね、すごかったの今のガス。まあ起きてますからね、やっぱり上の方か。今旭川を通過して、ピップ町にあるピップインターから
高速道路に入ります。だけどそのビッグインター気をつけないと、あの入りそびれる可能性があるんで。大丈夫っす。やばいっす。なんかちょっとね、はい、道がなんか入り組んでるというか変な行き方するんですよね。時刻はこのままだと2時です。2時、ちょっと予定より遅れてますね。なんかちょっとトラックで囲まれるとやっぱそうなります。ちょっと遅れましたね。ただ、その白滝までは高速なのでそんなにかからないとは思いますけど、3時半着予定でしたけど、それは白いですね。白いね。どうしたんですかね。明らかに白いですね、今ね。曇ってますね。どうしたんですかね。白いんですよ。早くも試されてますね。試されてますね、これ。どうだ、見えないだろう。試してきてますね。視界が悪いですね。悪いですね。旭川こんなになってるとは。もう市街地ですよ、もう間もなく。ねえ、もう間もなく市街地なのに。ガソリンスタンドが閉まっちゃいました。そうですね。人がトコトコと歩いてますよ。もうまだ入れないですけど。2時まででしたね、確かにここ。さあ、旭川です。旭川でも最近来たんでしょ。来ましたよ。パクシャーでしょ、しかも旭川駅のすぐそばですね。だから旭川駅にも来たし、なんかちょうど旭川駅の前でビアガーデンとかやってるの見ましたね。うん、はい、満喫しました。うちの相方曰く、はい、うちのバンドの仕事ビッグの相方のタカ曰く、旭川の洗礼を浴びたって言ってましたけど。洗礼を、はい、どういうことですか。彼は洗礼を浴びたって言ってるんですけど、しかも厳密に言うと浴びたの僕なんですけど、彼が言う洗礼を浴びたを浴びたと厳密に言うと僕なんですけど、旭川のラーメン大賞を取ったラーメン屋さんがあったんですよ。なんか旭川来たからなんか美味しいもの食べたいなって話になって、はい、タカさんは結構ラーメン好きなんですよ、はい。で、まあ、じゃあラーメン屋行くかって話をして、旭川ラーメンだ、旭川ラーメンですから、うん、まあ、行きますかって話をして、結構閉まるの早いんですよね。ああ、そうですね。で、まあ、じゃあどこ行こうかって話をして、たまたま、まあ、じゃあ歩いてて良さげなとこあったら適当に入ろうって話をして、うん、ああ、じゃあまあここ空いてるからここ入ろうかって言ったラーメン屋さんが、はい、またまたま旭川のラーメン大賞を取ったっていう風に店の中入ったら書いてあって、うん、これはいいお店なんじゃないかっていう話をしてたんですけど、はい、まず店員さんがすごくて、はい、あの名物肝っ玉母ちゃんというか、母ちゃん、そこまで混んでないんですよ。そこまで混んでないんですけど、はい、すげえイライラしてるんですよ、まず。あ、入ってきた瞬間一別をこちら側にくれた後何も言わなかった。ほうほうほう。チラッとこちら一別をくれてから、うん、すごいイラッとして、うん、イライラしてて、うん、で、まあでもとりあえず我々座ったわけですよ。とりあえず空いてる席に座って、うんうん、ランコさんみたいな感じだね。だからもうまさにランコさんですよ、あれは。ベテランコさん、ベテランコさんですね。で、目に決まったのかいって言ってきて、うん、いやちょっとメニュー見させてもらっていいですかっつって、うん、で、スタッサッサッと動いて去っていくんですよ。で、そうこうしてるうちに別のお客さんが入ってきて、うん、すいませんっつってこうメニュー決まったから言ったんですけど、うん、なんかこうイラッとした雰囲気がして、ちょっと待ちなさいみたいな、うん、決まったら言えって言うから、決まったらちょっと待ちなさいって怒られる、うん、で、その入ってきたおじさんたちも、うん、ここ座っていいおばちゃんって聞いても、うん、何も言わないんですよ。ああ、でむせーっとして、ああ、でこっち側歩いてきて、うん、でこっち側歩いてくるから注文するじゃないですか、うん、
で高は普通の醤油ラーメン頼んで、うん、で僕はそこの名物っぽいなんかチャーシューラーメンみたいなチャーシュー麺なんですね、うん、でその肉がたくさん入ったラーメンで1400円のラーメン1400円、結構なあれですよ。札幌、なるほどね、札幌でも普通のラーメン大体700、800円とかで美味しいの、ね、美味しいの食べれますから、うん、でもう1400円のこのラーメン一つっつって、うん、で、タコは醤油ラーメンっつったら、うん、一旦無言で去ってったんですよ。そう、一旦無言で去ってったから、これは注文されたのかなと思ったんですけど、もうで、もう一回来て、うん、なんだっけ兄ちゃんみたいな言ってきたから、うん、もう一回同じの頼んで、うん、はいっつって、お連れ様みたいな、うん、なになに醤油ラーメンっつって、うん、はいっつって、はい、ちょっと待ってねっつって、うん、去ってくるんですよ、うん、で他のそのおじさんたちとか入ってきた人に、うん、注文決まったのかいって聞いて、うん、で何々ラーメンって言ったらちょっと待ってって言って注文決まったのかいって言われたから言ったらちょっと待ちなさいって言われ、うん、おじさまたちも、うん、なんだこれみたいな口臭い言ってるんですけど、うん、ランコさんなんですよね。ランコさんですね。聞いてる限りでランコさんですね。それは。ランコさん。ちょっとまあまあもうしょうがない。美味しいラーメンだったらいいやと思ってたんですけど。うん、で持ってきたラーメンが、うん、ラーメンですって、うん、出てきたのが、うん、本当に普通に札幌で食べてるようなその普通のラーメンのチャーシューぐらいしか入ってなかったんです。うん、写真ではもうラーメン全部埋め尽くすぐらいの表面にチャーシューなんかいつの間にか試される北海道になってますね。うん、あれあれあれトラックがいつの間にか試されるチャーシューなんて。ちょっとちょっとなんでラーメンの話しちゃったなんでいつの間にかトラック変わってる。抜かれたいつの間にいつの間にかさっきのトラックになってる。あの霧の中で入れ替わった。なんでやべえ、あの霧の中で入れ替わった。怖っ抜かれた。やっぱこれ、怖っさっきの抜いたトラックだ。霧の中で入れ替わったんですね。マジでか。これはでも訴えれるレベルだなっていうぐらい全然チャーシューの入ってる率が違ったんですよ。本当に札幌で食べたら700、800円の普通の醤油ラーメン、味噌ラーメンとか。で、チャーシューだいたい2、3枚入ってるみたいな。ラーメンくらいのが来たんですよ、1400円で、そこをそこのラーメン大賞がいや、結構怖いですよ。ラーメン大賞を取ったのがそのチャーシューが入ってる味噌みたいなで、食べてたんですけど、味噌とグルメにもらってしまう。君が見なくなった。北海道 B 級旅バラエティノースアイランド、今回はここまででございます。ね、旭川ラーメン、はい、残念でしたね。いや例えばもっと、うん、まあ、それこそ道外とか、はい、遠くに行った時に、うん、観光地で、うん、まあ高い何か食べるそこの名産のね、うんうん、ものを食べてって言うんだったら、だから僕がもし沖縄の人間で、はい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 、旭川行った時にそのラーメンを食べてたら、はい、うん、まあ文句はないですよ。はははただね、僕は札幌の人間で、はい、札幌である程度ラーメンを食べてきて、はいはい、で旭川行った時にそういうものを出された時に、うん、この値段設定かと、はははは、憤慨するわけですよ。それ、ね、して、うん、店員さんもなんかこうなんでしょうね、もうちょっと余裕を持ってってというか、うん、まあ、ある意味余裕だけどね、うん、ある意味余裕なんでしょうね彼女の中では、うん、だからね、もうちょっと接客の部分ももうちょっと柔らかくしていただけると助かる。まあ、例えば今海外からのお客様も大変多いですからね、はい、うん、そういう中でやっぱり、まあ、今回のような対応になってしまうと、はい、どうしてもね、いい思い出にならないと思うんですよ、ね、観光客の皆さんにとってもね、はい、それこそ沖縄の人がこっちに、はい、北海道に来たっていう時にもね。だからやっぱりそういう旅で出会う人たちっていうのは一人一人、うん、まあ、ホテルの人だけじゃないから、そうですね、そういうね、食べ物屋さんとかの店員さん一人をとってもやっぱり一つのその思い出になるので、うん、やっぱりちょっと考えるべき部分はあるのかなって思いますね。
しかもそのお店は旭川を代表してるような感じなんですよ、言うたらなんか賞を取ったって言ったね、賞を取ってるから、うん、ああいうものを前面に出してて、うんうん、こうそういう対応されると旭川ってこうなのかなって思われてってなっちゃうんでね、その場所全体をね、うん、やっぱりその、まあその人にとっては個人的に否定するものになってしまう可能性があるだけにね、うん、やっぱりこの辺っていうのはね、接客ですとか、うん、まあもちろん全部が全部そういう店じゃないと思いますけれども、うん、ね、やっぱ思い出の一つとなってしまうだけにちょっともったいなくなって思いますね、気をつけるべき部分もあるのかなと、我々もね、それは、はい、そうですね、ね、自分たちもやっぱり気をつけなきゃいけないのかなって、はい、道を聞かれた時とかのね、うん、対応とかっていうのはやっぱり観光都市としては気をつけなきゃいけないのかななんていうふうにね、はい、まあ、こういうのを見て自分たちをの気持ちを改めるっていうのも大事かもしれませんね、うん、さあで、自分たちの気持ちをっていう意味ではね、重要なメッセージなんでしょうね、これ試される第一北海道が今回、はい、ね、トラックは不思議でしたね、追い抜いたはずだったのかな、あれ同じトラックなのか別のトラックなのか、そんなにぶつかってないじゃん今時そんな試される第一北海道のロゴみんなつけてますか、いや分かんないですよ、同じ地域でもしかしたら塊がいるかもしれないですよ試される第一北海道軍団試される第一軍団がいるかもしれないですよ、怖いよだから同じトラックじゃない可能性もゼロじゃない、まあね、ナンバー見てないしね、はい、うん、もう同じなのかもしれないですけどね、その可能性高いと思いますけど、だとしたらだから、うん、抜いたトラックではないトラックがシャッて出てきたのかもしれないですね、うん、まあ、ねやっぱりこれ重要なメッセージなのかもしれませんけども、ね、ただ本当ね、やっぱりここでお話をしているところが後に生きてくるということがやっぱりあるみたいなノーサイランドでございます。また来週です。お相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。ノーサイランドまた来週です。さよなら。